そして私自身も自分でいい人生だったと振り返れるような人生にできるように努力したいと思いますので、至らないところも多いと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。このように申しました。次に参ります。まず非常にこう控えめでいらっしゃるんだけれども、自分の思っていることをはっきりとこうおっしゃって、それでいて非常にこう聡明で聡明であるということ、それからあと何かこう話題にも非常にこう共通性があって、お互いにこう心が通じ合うというような、そういう感じを強く持ちました。私に対して皇室に入られるということにはいろいろな不安や心配がおありでしょうけれども、雅子さんのことは僕が一生全力でお守りしますから、というふうにおっしゃってください。